さあやってまいりましょう。つむつむセブンスアニバーサリー、すべてのつむを紹介し終わるまで終わりませんということで、あ、すべてって手持ちですからね。はい、手持ちのつむを全部紹介していきますということで、続いてはルーですね。熊野プーさんよりということで、まあ、これはなんかあれですよね、幼い好奇心旺盛のやんちゃなカンガルーっていうキャラでしたよね、確かね、うん、で、お母さんが確かカンガっていう名前でね、二人合わせてカンガルーっていうね、なんか漫才師の名前とかでコンビニとかでできそうな感じですよね。はい、多分彼はあれかな、さすがにハピネス2なのかな、どんなスキルなのか、まあ見て、まあスキル見てみたらわかりますよね。ということで、あ、これはハピネス2のレベルですね。うん、これでプレミアム2の方だったとしたら嘘つけってなりますよな。うんうんうん、ドナルドが多い、ドナルドも可愛いんですけどね。熊野プーさんは、本当にこう、初期の頃の作品のビデオを何回も見た記憶ですね。で、僕、現実世界での蜂蜜って本当ダメで、全く食べれないんですよ。甘すぎる系の、その、なんていうの、ね、食べ物、チョコとかそういうのとかも苦手だったりするんですけど、プーさんに出てくる蜂蜜、あれは食べてみたいって思いますよね。なんかありますよね、アニメの世界とかで食べてみたいなって思うこう食事、例えばはじめ人間ギャートルズのマンモスの肉とかね、まあマンモスはもうそもそももう存在しないから食べれないんですけど、マンモスの肉とか食べてみたいなとか、あ、あと漫画じゃないけど、それこそフリントストーンっていう映画に出てくる肉とかもめっちゃ美味しそうに見えますよね。ね、ああいうのがこう現実世界になってこう食べれたらいいなと思ってたら、唯一でもないのか、まあいろいろあると思うんですけどね。例えばクレヨンしんちゃんのチョコビとかね、あとはジョニーデップの出てるチャーリーとチョコレート工場のあのチョコレートなんかっていうのも食べれたりしますよね。あれも今は売ってないでしょうけどね、チャーリーとチョコレート工場のウィリーウォンカーね、高かったけど美味しかったっていう記憶がめちゃめちゃありますね。はい、ということで、まあハピネスツムでね、ルーがピョーンと飛び上がる、まあ彼の伸びしろを期待してというつもりでございましたね。ということで、また次回お会いしましょう。では。